皆さんこんばんは、スルベイです。2023年5月2日分の撮影となります。ちょうどねゴールデンウィークのねシーズンに入ったわけですけれどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、ね。まあ、人の中にはその帰省中という方もね、まあ、いらっしゃることとね思います。ね、まあ、こういう機会にねゆっくりと実家の方でね、まあ、くつろいでね、まあ羽を伸ばすときは羽を伸ばしてね、まあ家族団らんの日々をね過ごしてね、またねゴールデンウィークが明けたら、うん、まあそのいつもの日常の方に戻ってくるわけですけれどもね、しっかりとエネルギーをチャージしてね、まあ、戻ってこれるようにしていきましょう。さてぷよくえの方ではですね、まあ今でもそうなんですけれど、いわゆる10周年記念パーティーというねイベントが行われております。まあいわゆる収集クエストですね。収集クエストで、うん、まあフルパワーのカードがまあいただける内容のものらしいですね。前回アンケートの方でねパーティーイベントのなんかチェック欄があったんですけれどね、私はそのチェックをするときにパーティーイベントがねどういうイベントなのかいまいち把握してなかったのでわからないんでちょっとチェック入れたんですよね。でもこちらの画面に戻ってきたらねパーティーって大きく書いてるから、あこれのことだったんだなって思ってね、うん、それだったらもう収集クエストと同じ評価になってたことでしょう、うん。まあ、このパーティーイベントのねまあ、内容についてはね以前もお話ししたんですけれども、まあ収集クエストとの違いとしてね、あのまあノルマとなるポイント数っていうのがね、収集クエストだったら30万ポイントになってる。でこれがあのパーティークエストだったらね50万ポイントとねちょっと引き上げられてる。まあその代わり報酬がね、まあゲーム内でもなかなか手に入れる、なかなか手に入ることのない、まあ、フルパワーのスキルを持つカードだったりするのでね、結構ね重要な、まあ、項目でも、まあ、あるイベントなんですよね。まあ、今ね 第1弾と第2弾ってあってね、まあ、今回が第2弾となります。まあ、私もブランクがあったのでね、そのブランク期間に、ね、そういうパーティーイベントがあった場合はちょっとわからないですけれどね、おそらくなかったんじゃないかなとは思いますけれどね。まあ私の中ではまあ一応この今回の10周年のが第2弾ということで、ね、第1弾があのミラクルなチャーミドラゴさんのカードの登場していた時期ですね。そして今回の第2弾っていうのがね、上の絵柄にもありますけれどもミラクルクイズのサタン様のカードが手に入るということでね、まあ、私も3キャラで遊んで、うん、早い段階で3キャラともちょっと終わらせました、ね、期間もちょっと長めだったということもありますしね、まあ、早めに終わったらね、まあ、その普段手をつけることのなかったイベントとかそちらの方にね、うん、まあ、そちらの方遊ぶこともできますから、蒸気イベントとか結構ほったらかしにしていたところもありましたから、ね、そちらの方もね進めないといけないなと思ってた。まあ、このねパーティーイベントを遊ぶ上での注意点もねちょっと多分前回話したと思うんですけれど、一応ねあえて重複するんですけれどね、もう一度伝えておきます。あのこちらのあのまあ、こちらのですね、今50万ポイントってね、出てるんですけれどね、まあ、本体のね、カード、フルパワーの本体のカードが100ポイントで手に入ります。で10万ポイントと30万ポイントと50万ポイントに到達した時点で、ワイルドストーンをそれぞれ1枚ずつもらえます。でこの時点で、まあ、5分の3の強化は終わることになるんですが、残り2枚についてはぷよポイントをはたかないといけない、ぷよポイントを使わないといけないですね。でどれだけ必要になるかというとね、1枚あたり
付与ポイント5000ポイントとなっているのでね、1万ポイント必要になります、ね、なのでね、まあ、こういうパーティーイベントが行われることを想定してね、一応ね、付与ポイントっていうのは1万ポイント以上キープできるように、ね、用意しておけば、次回のパーティーイベントの時にもね、その1万ポイントをね、すぐにまあ用意できる状態なのでね、対処が効くというね、まあ、そういうちょっと狙い方もあるのでね、まあ、今回もし手に、ね、ポイントが足りなくて手に入れられなかったという方もいらっしゃると思いますけれどね、まあ、そういう方はもう次回のね、パーティーイベントの時の備えとして、一応もう、プヨポイントはもうそういう1万ポイント以上キープするものっていう認識でね、あった方がまあ、好ましいかなと。ね、イベントを進める上ではね、遊びやすいかなといったところでございます。まあ、今の環境でもそのワイルドさん60とかカラフルワイルドさん60もね、手に入りにくい時期っていうのもありますし、ね、手に入りやすくなったらこういうカードに使うのも大いにありなんですけどね、大いにありだとは思うんですけれど、今の環境だとね、正直なところ難しいんですよ。銅像を集めるにしてもね、イベントごとにまああるにはありますけれど、ね、上限個数っていうのもありますし、何より240個集めるのが大変です。まあそういった現状、そういった現実がちょっと絡んでるもんですからね。なので、ね、まあイベントに応じてこういうアイテム、ね、ぷよポイントならまあこういうぷよポイントの量必要っていうのがあらかじめね、まあ、分かるならば、まあ、それを常にキープする、ね。それ以上はキープしておくっていう習慣をつけておくと、ね、いくらかまあね、安心を買えるんじゃないかなと、うん、言ったところでございます。さて、今回はね、その話が本題ではないんですけれどね。うん。まあ、今のね、ゲーニッツっていうキャラクターを、まあ、メインで遊んでいるんですけれど、まあ、最近はね、まあ、そのパーティーイベントが終わったので、うん、そのイベントが終わっている期間、イベントが終わっている期間にね、どういう風な活動をしているのかね、大まかに話をしようかな、ということでね、まあ、動画のちょっと枠を設けてね、こういうお話のちょっと機会をいただくこととしました。まあ、まずね、最初にですけれど、まあ、最近遊んでるのがこの冒険クエと裏冒険クエになります。こちらのね、メインストーリーの第1部から第6部についてはあらかじめ終わってます。というより優先させないといけなかった。ね、もうね、こういう、この辺りはね、キャラクターを作成した時点であらかじめ終わらせておりました。まあ、今も画面に出ておりますけれども、まあ、当たりさんをはじめとする時空探偵シリーズのカードだったり、まあ、後ろ2人、まあ、03と83っていう名前ですけれどね、あのタイムパラダイスシリーズのね、2枚ね、それらが手に入る、手に入るだけじゃなくて、ね、星6にするための特殊素材だったりね、星7にするためのワイルドストーンだったりとね、まあ、いただけるようになってるんですよ、ね。もうそのクエストを進めさえすればね、あとは野菜の数が間に合っていればいつでも星7にできるという環境が整っているんです。ね、まあ、進めるだけでもう星7にできると思ったらね、進めないわけにいかなかった。で、カードの大半はね、リーダースキルに謎りプラス3を持っていることが多いので、全部とは言わないけれどね。うん。まあそういった現状も踏まえて、あらかじめ、ね、メインストーリーについては第1部から第6部まで、全部、ね、サブストーリー含めて全部終わらせております。まあそうなってくるとですね、こちらのイニシエの冒険シリーズ、イニシエの冒険クエストと、ね、イニシエの裏冒険クエスト。こちらの2つが残ってしまう形になってたんですね。でこちらのクエストについてはね、どこから始めたっけ、
確かね、このグレン大地ぐらいから始めてね、まあ、ずっと上に遡るじゃない、ずっと上の方にね、移動していくんですけど、まあ、ここ2日3日で、ティーバル広場までね、クリアしました。旧仕様だったらね、あの冒険クエストでこのティーバル広場の最後のクエストを遊んだ時点で裏冒険クエストが出現するようなね内容なんですけれど、まあ、今のぷよクエだったらね、その裏冒険クエストっていうのがね、あらかじめ発生してるような状態なんですよ。まあ、なのでまあこれを進めるメリットって言えばね、あの、まあ、道中手に入るカードについてもそうなんですけれど、まあ石がもらえるんですよ。初回石っていうのがもらえるのと、まあこのクエストミッションによっても、まあクエストミッションによってはね、そちらの方で石がもらえるものもあったりとか、そういう現状がちょっと絡んでいてね、まあ石を回収するのが大まかな目的となっておりました。まあ他にも狙おうと思えばね、コレクターさんだったらドラゴルンさんのカードとか、新動物シリーズといったね、まあ遊ぶ上でかなりレアなカード、まあ性能はともかくとしてね、手に入れる意味ではかなりレアなカードをね、狙うっていう目的もまあね、持って遊ぶ方もいらっしゃると思いますけれど、まあ今回はちょっとね、まあそちらの方省いております。まあ裏冒険クエストの方にも同じ名前のクエストが発生するので、多分そちらの方でも手に入るでしょうということでね、まあ私は今回はそれについては省いてますが、まあここ最近でどうにかこのティーバル広場までクリアしました。全部コンプリートです。このコンプリートっていうのはね、ミッションを3つあるミッション全部クリアしないと出てこない。ステージごとに出てるので、ね、ステージごとに全部コンプリートって出てるので、一応全部ね、あのミッションの方もクリアしたことになります。で、その上で、イニシエの冒険クエストですけれど、こちらはまだ全然進んでません。まあ、始めたばっかりっていうのもありますけどね、順番的にもね、こちらのイニシエの裏冒険については、相手も硬くなりますし、カードがそもそも揃ってなかったら、この表示されている6ターン以内にクリアとかも難しいんですよ。ある程度もうカードの方も揃ってなかったら、ちょっとこの6ターンの条件満たすのも難しいので、ね、やるんだったらもうあらかたそういうカードも揃ってからやろうっていうふうに決めていたこともあってね、まあそれで最近手をつけたような感じです。まあ、こちらの方もね、あのイニシエの冒険クエスト同様、まあ、42も43もね、まあ、章に分ければ42も43もね、ステージはありますけれどね、まあ、頑張っていきたいと思います。あと、この裏冒険クエストを遊ぶ上での特典になるんだと思いますけれどね、まあ、今も画面に表示されてますが、裏冒険クエストをね、遊ぶことで唯一ね、手に入るシリーズっていうのがね、あるんです。まあ、ここに表示されてるシリーズはね、隠れハムスターズシリーズって呼ばれるシリーズでね、まあ、実際にね、星4で手に入って強化したら星6まで、育ちますよっていう内容です。まだ今の環境では星7カードとしては登場していません。まあ、登場したらね、どういった変化があるのかすごく気になっている、まあ、シリーズでもあるんですけれどね、まあ、こういったシリーズのカードがね、ちょっと失礼します。まあね、今ちょっと私のちょっと手書きなんですけれどね、まあ、こういったシリーズ別にその裏冒険クエを進めていったらカードが手に入るという内容になってます、ね、隠れハムスターズっていうのは今挑戦しているところですね。まあ、そこが終わると飲み物フェアリー、集めるアニマルズ、そして踊るドール、ネズミ剣士、パン工房の精霊、鳥の演奏家シリーズ。ね。まあシリーズとしてはこの7種類のシリーズが登場するようになっています。
で、色別に、まあ、その5パターンあるわけなのでね、5、7、35ということで、35、まあ35体じゃないですけどね、まあ35パターンのカードで手に入りますよと。まあ、その上で、星4から星6までね、そのカードの内容として存在しているので、さらに3倍したら、105でいいのかな。まあ、105パターンの図鑑登録がまあできるようになっております。ね、図鑑コレクターの方だったら、この裏冒険クエっていうのはね、これらのキャラクターを星6にするのも、まあ、目標といいますか、そういう狙いで、まあ、遊ぶっていうね、人もね、いらっしゃるかと思います。まあ、私の場合はね、それに加えて、そのスキルレベル上げをするのもね、まあ、目標の中に入れてます。まあ、できればもうスキルレベルも全キャラマックスにしたいなっていう、ちょっとね、自分の中での目標がある。で、スルベとね、アグリについては、もうあらかじめ、ね、これらのキャラクターも全部手に入れて、そのスキルレベルの方も全部マックスにしてます。で、そうなると、まあ、ゲイニッツの方でもね、同じ条件で遊ばないわけにはいかないなということでね、まあ、ちょっと後追いみたいな感じになってしまうんですけれど、まあ、その、まあ、単体としてのカードを手に入れる、単体っていうか、まあ、個別ね、個別としてのカードを手に入れることと、スキルレベルをね、上げることを目的としてね、進めていくっていう2つの目標を持ってね、裏冒険クエをね、遊んでいきたいなと思います。そしてね、その道中、まあ余裕があったら、ドラゴンシリーズとか、その新動物シリーズね、まあそういった、ね、カードの登場するステージがまあね、出てくると思うので、そこもちょっとね、挑戦していきたいなとは思ってます。まあ、かなりレアなのでね、もうオートでも使わないと多分出てこないと思います。もうそれぐらい率としても低いです。その特盛特訓のね、ボーナスでなんか5枠手に入るやつあるじゃないですか。裏冒険だったらね、なかなかその ね、星のついたキャラクター入れるのが難しくなってしまうと思いますけどね。まあ、6から9には当てはめた内容でね、遊んでいこうかなとは思ってますね。気長にね。そしてね、先ほどの冒険クエストと裏冒険クエストの話にもね、つながってくるんですけれど、まあ、冒険クエストなどね、遊んでるとね、まあ、こういったパプリスくんのシリーズとか、チューラップシリーズ、ホタルイカシリーズ、踊り亀シリーズ、チャガマシリーズ、コビットシリーズ、そしてウミウシシリーズとね、まあ、ネタキャラだと言っていいのかわからないですけどね。まあ、そのクエストを進める上で手に入るカードっていうのがね、あるんですね。星1から星4までね、存在してるカードで。ね、ウミウシ君除いたらね、星1から星4まで登場してるカードとしてね、こういうカードがね、道中手に入ることがあります。で、今この画面上でね、表を出してると思うんですけれど、この表で何を意味してる、この表で今丸がついていたりね、ついていなかったりしていると思います。これはね、何を意味してるかって言ったら、その私が、まあ星4、このキャラクターを星4にして、かつ、そのスキルレベルをね、マックスにしたキャラクターっていうのに丸を全部つけているんです。ね、その丸をつけたキャラクターを倉庫にね、保管していくっていうようにしているんですね。まあ、特に意味はないんですけれど、まあ、カードコレクターみたいな感じのことをしているわけです。ね。まあ、いずれ星7が出るかどうかも、まあ、見通しがついてないのでね、こういうのやって意味があるのかどうかっていうのは今はわからないですけどね。まあ、もしもそうなるんであればっていうね、まあ、ちょっとした遊び心みたいなもんですよ。で、私が倉庫に保管するならばね、スキルレベルまできちんと上げた内容でね、直すことにしてるんです。まあ、後々私が気分でね、そのキャラの、そのシリーズのスキルレベルはね、上げたくなったなって思った時に、その個別にキャラクターを見なきゃいけなくなるわけじゃないですか。それがすごくめんどくさいんです。
そういったこともあるのでね、私はこういった表を作っては、それこのこのキャラのこのシリーズのこの色のキャラクターは終わりましたよとかね、終わってないよとかね、そういうのがはっきりしないと嫌なんですよ。まあそういったこともあってね。でこの表を見る限りはね、一応半分ぐらいは終わってます。で残すところはね、あと半分ぐらいありますけれど、まあこれから裏冒険クエストを進めていく上でね、裏冒険だったら星4で手に入るようになっているのでね、いくらか条件も満たしやすくなるかなといったところでの期待も結構ありますね。まあ一部のキャラクターは混ぜ混ぜに使うこともできるみたいなので、ホタルイカさんとかはね、混ぜ混ぜでね、星4だったら混ぜ混ぜで使うこともできるみたいなのでね、そういうのも活用していきたいなと思ってます。まあ未だにその、シリーズによっては、ね、通常のカードとして言うならね、シリーズの中で1枚だけ不足していて手に入ってないっていうカードもね、何枚かあるんです。代表して言うなら、ね、ハビラさんとかイスティオさんとか、そういった感じのカード ね、そういったカードが出てくる、ね、ことを期待して、どうしてもね、まあ、10枚集めないといけない、んですよ。まあ、そういった時に助けになってくれるのが、まあ、こういったシリーズだったりしますので、まあ、一部星4以上でも、ね、使用することできないカードっていうのもありますけどね。ホタルイカさんは確か大丈夫だった。で一部は大丈夫だけど、で一方で一部はその該当していない、ね、判定外っていうか、ね、まあ、判定外のキャラクターを持つといるっていうのが現状です。なので実際にね、混ぜ混ぜの方もね、画面を見てみないとわからないんですよね。まあそういったことでね、まあ冒険クエストと裏冒険クエストを遊んでいて、その上で、ね、道中手に入るカードを手に入れては、そのスキルレベル上げをしているっていうね、まあそういった感じになります。まあ一応ね、生存報告並びに、まあ後々また別の動画としてね、まあアップすることの、意味も含めてね、まあ一応こういうふうにね、不定期ながら活動しているということの証明としてね、今回の動画を取り上げさせていただきました。でまあ20分ぐらい、まあ、経ちますしね、一度動画を切りたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。まあ途切れ途切れでね、こうまた言葉が詰まったりとかした部分もあったと思いますが、本当に、ね、いつも見ていただいている方どうもありがとうございますね。では失礼いたします。スルベイでした。